キシユタ、VS、魂、出演者に名前なし。番強お知らせメールでの扱いめぐり反ンショック。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月22日をもってキングピンス、以下、キンプリ、を脱退し、現在は個人で活動を続けているキシユタ。 共にグループを離れた神宮寺雄太、平野耀は同日付でジャニーズ事務所を退所したが、騎士の場合は9月30日まで在籍する。そんな中、レギュラー出演している VS 魂グラデーション、富士テレビ系の番組協力、番組看板のお知らせをめぐって、ファンの間で不満の声が上がっているという、嵐相葉正樹がキャプテンを務める、 VS 魂グラデーションは、騎士の他に風間俊介、セクシーゾーン佐藤勝利、ジャニーズベスト藤井流れ星、ジャニーズ JR 内ユニット美少年の風書引きがレギュラー出演中。今回の騒ぎのきっかけは、6月12日に嵐、セクシーゾーン、ジャニーズベストのファンクラブ、ジャニーズジュニア情報局、風間の情報サービス会員向けに送られた。 番組勘断を募集するメール伝言版だった。番組の収録日は6月20日。メールには、相葉正紀、風間俊介佐藤勝都藤井竜政府書き出演 VS 魂グラデーション番組協力と記載されており、騎士の名前が出演者欄に含まれていなかったんです。そのため、一部のファンは騎士が番組を卒業してしまうのではないかと。 困惑したのでしょう。ネット上では、騎士くんの名前がないんだけど、もう出ないのと同様の声が見受けられました。ただ、ファンクラブサイトにログインした後、番組協力の申し込みページを見ると、騎士の受付分は、アーティストページにて行っております。と説明しているんです。ジャニーズに詳しい記者。 金プリ脱退後、ジャニーズ公式サイトジョフンニスネットには騎士の単独のアーティストページが誕生。5月23日付の騎士ユータアーティストページのご案内というインフォメーションを見るとご案内予定内容の中に番組協力情報との数踏みがあり、6月12日に VS 魂グラデーションの番組協力に応募するためのページを公開している。 退場を控えているためか、現時点で、騎士のファンクラブは存在していないため、手順を踏み、当日必要な身分証明書などを持参できる人は申し込みができるようだ。なお、他のファンクラブ情報サービス会員経由の受付で申し込みをした場合は、抽選対象外になるとか、騎士ユージャニーズ事務所からの扱いに、ファンからショックの声、騎士のみ事情が異なるとはいえ、 ファンクラブ情報サービス会員へのメールに名前がなかったことに疑問を抱いたファンはメールから岸くんの名前を外さなくてもいいじゃん。まだ事務所に所属している CVS 魂の出演者なのにメールに名前を載せないのはなんでなのあれじゃ岸くんは番組に出ないって捉えられちゃうどうしてこんな扱いされてるんだろう。怒りを通り越して悲しいとショックを受けていた。 そんな騎士は、VS、魂、に加えて、時代のレギュラー番組、ザ、鉄腕、ダッシュ、日本テレビ系、にも定期的に登場。国分大地は5月24日にツイッターを更新し、騎士と一緒に同番組のロケを行っていると報告していた。また、騎士は6月17日放送のラジオ番組、シクストーンズのオールナイト日本サタデースペシャル。 日本放送に出演するほか、8月25日には主演映画 G 面』が公開となる。グループを離れ、個人で再スタートを切った騎士。退場まで残された期間、ジャニーズタレントとして、今後も様々な分野で活躍していってほしいものだ。